黒船。黒船。1998年3月31日帯は、日本の競争場、守護ボアメリカ合衆国で生産され、日本で調教された、外国サンバ。2001年春に NHK マイルカップに優勝。ダート路線に転じた秋には、ジャパンカップダートを含む2戦をいずれも、大差でレコード勝ちしたが、同年末に、屈建園発祥のため引退した。 同年の JRA 賞最優秀ダートホース。通算10戦6勝、うちレコード勝利4回。芝とダートの双方で活躍したが、特にダートでは、日本競馬史上の最強馬と評される頭である。2002年よりタネボ短距離 GI 競争で2勝を挙げたカレンちゃんなど8頭の GI 級競争優勝馬を輩出している。 アメリカ合衆国ケンタッキー州のニコラス・エム・ロッツによる生産。父・フレンチ・デピューティは競争場時代に、米、G にジェローム・ハンデキャップなど4勝を挙げ、2年前にアメリカで種ボバイジしたばかりだった。母・ブルー・アベニューは北米で5勝を挙げ、その姉には、バニティタイ、ハンデキャップ、ミレーリ・ハンデキャップ、いずれも G1 など11勝を挙げたブロートツーマインドがいた。 他方、母の父である、クラシック・ゴーゴーは、テキサス州において無料に近い種付け量で、種ぼば生活をしていた無名の存在であった。一歳児にピンフッカー、育成調教後に転売する業者に7万ドルで、購買された後、ナイル・ブレイン・ステーブルズで調教を積まれ、2000年2月に、ファシグ・ティプトン社主催のトレーニングセール上場された。当時ナイル・ブレイン・ステーブルズで研修していた。 吉田俊介、後のノーザンファーム代表によれば、同所で育成されていた後のホープフルステークス、アメリカ優勝馬夜中に勝るとも劣らないという評判であったといい、吉田自身も、大物感というか、落ち着き払った感じで風格があったと評している。ここで、最初の購買時から6倍強の価格となる43万ドルで、落札され、4月には、ノーザンファームへ送られた。 道場の育成担当者も良い動きをするし、小馬のような雰囲気を感じると高く評価し、調教の進捗に連れてその評判はさらに高まっていった。翌年の2001年には東京優秀日本ダービーが初めて外国サンバにも開放される予定となっており、場所の金子正人は開放者年度のダービーを勝ってほしいという願いを込め、本場を黒船と命名した。 1853年に、裏側へ寄港し、日本に開国を迫ったマシューペーリー率いる、アメリカ艦隊通称、黒船に由来するものである。8月、管理長教師、松田国房、立党トレーニングセンターのもとへ入級。松田は、トレーニングセールでの姿を、ビデオで見た際、その雄大な馬閣から、歴戦の小馬のようだという印象を抱いてい,いが、当時は、 日本到着後の長い県益明けだったこともあり、痩せた牝馬のようであったという。しかし松田は黒船がこうした厳しい経験をしたことで、さらなる成長が見込めると期待していた。10月14日、京都開催の新馬戦でデビュー。直前の調教でのタイムは水準級といったものであり、当日は3番人気であった。レースでは、 最後の直線で進路を失う場面もあり、エーシン・スペンサーの2着と敗れる。しかし2戦目では、わずかに無知を入れられたのみで、レコードタイムでの初勝利を挙げた。続く、エリカ賞でも2000メートルで2000連続のレコードを記録する。2000メートルという中距離を連続して使われた背景には、2400メートルで行われる日本ダービーに向け、騎手の手綱に反して、 先へ行きたがる気象を強制しておきたいという思惑もあった。重賞初出走となったラジオ単派賞3歳ステークスでは松田は黒船が最も強いと見て余裕を残した仕上げで送り出し当日の単勝オッズでも1.4倍の一番人気に支持された。しかし当年の日本ダービー優勝馬アグネス・フライトの前弟アグネスタキオン 札幌山菜ステークスの優勝馬、ジャングルポケットに遅れての3着と敗れた。松田は、エリカ賞と同じタイム、2分1秒2で勝てると見ていたが、アグネスタキオンのタイムはそれを0秒4上回る、レコードであった。松田は、初めて味わう挫折であったと述べている。当年はこれを持って終え、休養に入った。3月24日、毎日灰から復帰した黒船は、 初めてブリンカーを着用して出走。単勝1.3倍の一番人気に指示されると、2着コイントスにコバシン、3着大択バートラムにさらにコバシンという差を受けて、重賞初勝利を挙げた。総破タイム1分58秒6はコバのコースレコード20秒3差という優秀なものだった。日本ダービーを目指すにあたっては、 GINHK マイルカップで2着までに入るか、京都新聞杯、または青馬賞に勝利するという条件を満たす必要があった。それまでの出走歴から2000メートルの京都新聞杯か、ダービーと同じ2400メートルの青馬賞に向かうとも見られていたが、松田は場所の金子と相談の上で、距離が1600メートルと短い NHK マイルカップを選択。東京競馬場の ゆったりとしたコース形態と GI の核を重視してのものだった。また、クラシック三冠初戦のサツキ賞を無敗のまま制したアグネスタキオンを意識し、GI のタイトルを持ってアグネスタキオンと対決すれば、よりガービーが盛り上がるだろうと決めたと公言手もいたが、アグネスタキオンは、サツキ賞後に、屈腱炎を発症し、戦線を離脱。以後復帰することなく、9月に引退している。 5月6日に迎えた NHK マイルカップでは、単勝オッズ1.2倍の一番人気に支持される。スタートが切られると行き足がつかず、それまで後位からのレースを続けていたところから一転し、後方14番手から進むことになった。平均ペースで流れる中、そのまま後方待機策を取ると、最後の直線ではバグを縫うようにして抜け出していった。その時点では、 逃げるグラス栄光王といまだ大きな差があったが、安城の竹豊がムチを入れると一気に加速し、ゴール前で同馬を半馬身差し切っての優勝を果たした。黒船に加え、松田にとってもこれが開業6年目での GI 初制覇となった。出走権獲得となったダービーへ向け、松田は道中の位置取りに少しハラハラしました。後方から、 直線だけで差し切っての競馬でしたが、次のダービーにつながる内容だったと思いますと、感想を述べ、また部は、ストライドが大きく、乗っていて、あまりスピード感がない馬なので人心配しましたが、きちんと差し切ってくれましたね。素晴らしい馬だと思います。間違いなくダービーの有力馬の一頭でしょうと称えた。日本ダービー、5月27日では、アグネスタキオンこそ不在だったが、 サツキショウ2着のダンツフレーム、同3着のジャングルポケットが顔を揃え、黒船に対する、サツキショウ上位場の決戦という図式となった。一番人気には、サツキショウで大きな出遅れから3着まで追い上げた。ジャングルポケットが押されて2.3倍、黒船が3倍で、これに続き、ダンツフレームが6倍という順となった。スタートが切られると、テームサウスポーが、大逃げを打ち、 ダンツフレームが2番手集団の前方、ジャングルポケットが12番手、その直後に黒船という隊列となった。重ババにもかかわらず、1000メートル通過は58秒4とダービー史上最速のペースとなり、ダンツフレームが一ドリを下げて一時は上位人気3頭が並ぶように進む。第3コーナー過ぎから黒船とダンツフレームが 上位に進出していき最後の直線に入ったが、仕掛けを遅らせたジャングルポケットが抜け出しを図る両馬を一気にかわし、ダンツフレームに一場深半差をつけて優勝。黒船は伸びあぐねて5着と破れた。松田によれば、ダービーに向けての手加減した調整が裏目に出たといい、5着という着順は成功したという感じはもちろんないし、かといって大きく失敗したという感じもない。 馬主さんも褒めもしないし、非難もしない。なんとなく中途半端なレースになってしまったと、振り返っている。夏の休養を経ての秋シーズンは、これも当年より外国サンバに2頭の出走枠が設けられた、天皇賞、秋を目標に、9月の神戸新聞杯から復帰。安城は、エビダマサヨシが務めた。ここでは、ダービー2着のダンツフレームと、 再戦することになったが、当日の一番人気は、札幌記念でジャングルポケットを破っていた外国三馬エアエミネムに譲った。ペースではスタートでつまずいて後手を踏み、道中もスローペースをこらえきれず、エビナとの折り合いを欠いた。最後の直線では鋭く追い込んだものの、勝ったエアエミネム、さらにサンライズペガサスも捉えきれず三着と敗れた。松田は、 馬が気負いすぎて出遅れてしまった。本当なら馬群の外目を先行するはずだったので、刺す競馬は予定外だった。それでも姉妹の足は良かったし、天皇賞に向けて収穫はあったと思うと語った。その後は天皇賞出走を予定していたが、2頭の外国産馬枠に対して獲得賞金額で黒船を上回る年長馬の名称土等とアグネスデジタルが、 優先権を持ったことから出走することができなくなった。2頭のうちアグネスデジタルは直前になって急遽出走を決めたもので黒船への期待を積まれた一部ファンからはアグネスデジタル陣営への非難の声が上げられた。松田もまさかが正直な気持ちだったと振り返っているが、この時点で翌年の予定にダート GI 競争フェブラリーステークスが入っていたことから、 これを機会に一度ダートを走らせようと、天皇賞前日に行われる議員、武蔵野ステークスに出走することになった。当日は一番人気ながら、オッズでは連勝中のエンゲルグレーゼと2倍だよ、分け合った。しかしレースでは、第4コーナーで先頭に立つと、最後の直線では後続を引き離し、前年の NHK マイルカップ優勝馬、イーグルカフェにキューバ審査をつけて圧勝した。 走破タイム1分33秒3は1992年に成田早草さんが記録した1分34秒51秒に更新する JRA レコードであり芝コースのタイムに匹敵するものだった。起乗した武氏は3コーナーから一気に上がっていく競馬をあえてしてみた。普通、直線が長くて最後に坂がある東京であんなレースをしたら惨敗するのが当たり前だが この馬は最後に突き放して勝ってくれた。他の馬とは次元が違うというか、レベルが違いすぎたと振り返っている。なお、翌日に行われた天皇賞では、アグネス・デジタルが優勝し、同馬の場所である渡辺隆は、周りから心ないことをいろいろ言われたが、言った人たちは恥をかいたんじゃないかと語った。11月24日、ダートの国際招待競争。 ジャパンカップダートへ出走。当年はアメリカから一戦級の実績馬であるリドパレスが出走したが、黒船は同馬を抑え落つ1.7倍の一番人気に支持された。スタートが切られると黒船はやや出遅れたものの、交渉面から徐々に進出を開始、前走と同じく最終コーナーで先頭に立ち、直線で独走体制となって、 前年度優勝バウィングアローに7場審査をつけての優勝を果たした。総破タイム2分5秒9は、同馬が前年度に記録した2分7秒2を1秒3更新する2戦連続の JRA レコードであった。たけしは今日のレースに限って言えば、こんなに強い馬は今までにいなかったと思うと称え、発着と敗れたリドパレス騎場のジェリーベリーは言い訳はし、 勝った馬が強すぎたと述べた。ジャパンカップダートの後は休養に入り、翌年にはダートで行われる世界最高賞金競争ドバイワールドカップを目標とすることが決定していた。しかし12月24日、右前足にクッケン炎を発症し、全治9ヶ月以上という速報が流れ、26日には競争登録の抹消と種ボバ入りが発表された。 松田は後に、調教師としての立場から、この故障について、次のように語っている。翌年1月、年度表彰、JRA 賞が発表され、黒船は、最優秀ダートホースに選出された。同月15日には、ダート競争格付け委員会による、ダートグレード競争最優秀馬にも選ばれた。また JPN クラシフィケーションでは、ダート2000の内容が、 北米のハンディキャッパーからも高く評価され、アメリカのケンタッキーダービー優勝馬、モナーコスト並び、国内、ダートでは、史上最高評価となる125ポンドを獲得、3歳の M コラム、1400メートル以上、1900メートル未満、では芝を含めても、世界第1位となった。2002年より、ヤシロ大スタリオンステーションで、種ボバとなり、 初年度から201頭の後輩相手を集めた。初年度3区は2005年にデビュー、フサイチリシャールがアサヒハイフューチュリティステークスを制、順調なスタートを切る。2007年以降はランキング10位以内に定着し、2010年には3位、2011年には2位を記録している。2015年には史上16頭目となる3区の JRA 通算戦勝を達成した。芝。 ダートの双方で、重症症リバを排出しているが、特に貧馬の活躍が多い。なお、2001年に輸入された父、フレンチデピューティも数々の重症症リバを排出し、北米の主流血統であった、デピューティミニスター系の日本への定着に、不死で貢献した。4戦で起乗した、竹豊は、2003年に行われたインタビューの中で、今まで乗った馬で、凄さを感じたのは、 オグリキャップ、サイレンス鈴ス鹿、そして黒船ぐらい、全く別の次元の競馬をして、能力の高さだけで押し切れる。そんな馬は、そうそういないと述べている。また、乗り味の良さは抜群のものであったといい、これほど大きいストライドで走る馬は、なかなかいないとも評している。評論家の吉沢常時もストライドの大きさに言及し、まるで一頭だけ、昔の長距離線を走っているようだった。 そのふわりふわりと走る様が遊んでいるようにも花からやる気がないようにも見えたと評している。ダートでは日本競馬史上の最強馬とも評される。日本中央競馬界の広報誌、優春が2012年に読者へ行ったカテゴリー別最強馬のアンケートではダート部門で2位北戸ベガに3倍以上の差をつける532票を集め第1位に据えられた。生産者。 旗手、調教師にも合わせて、アンケートが取られ、回答者十七人のうち松田国ん、池江康郎、池江大治、岡田茂之、国枝久志、小島茂之、四位、広文、中立英二、松永三夫の九人が黒船をダートの最強馬として挙げた。岡田は、アメリカのダートでも勝負できたかもしれないと思わせるほど、能力が高かったと添えている。松田は、普通、 ダート馬は勝ち切れ人の言うことをあまり聞かないようなタイプが多い。黒船は精神的に余裕があっておっとりしていた。精神面だけでなく肉体面も立派な馬だった。フレンチデピューティサンクラシーや後の張った馬で、だから海馬食いもよく筋肉の盛り上がった雄大な馬体をしていた。だからといって決してパワータイプという感じではなかった。 素晴らしいスピードがあって、芝でも通用する、ダート馬だったと思うと評した。優秀が2010年と2015年にそれぞれアンケートを取った未来に語り継ぎたい名馬ベスト100では、いずれも19位となっている。カッコ内は、当該馬の優勝重賞競争。太字は、GI、J プニー及び JGI 競争。GII。 ジェイプニー及び JGII 以下の重症優勝馬。地方競馬限定格付けの重症勝利馬。父フレンチデピューティ、母ブルーアベニューはいずれも2001年に日本に輸入された。兄弟の主な活躍馬として、前妹のベッラ・ベルッチがアメリカで重症2勝している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。